どうも、はじめまして、徳さんと申します。私は野球をこよなく愛しており、現在も毎週野球を欠かさずやっております。その中で映像を見てバッティングフォームを解析したりして、まだまだ打ちたいという思いで日々バッティングを勉強しております。野球経歴なんですけども、高校は帝京高校、3年の夏に甲子園出場、大学は創価大学キャプテンをさせていただきました。全国大会でベスト4、リーグ戦ではベスト9、盗塁王、そして首位打者も取らさせていただきました。4割ちょっとですかね。プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルス、そして東京ヤクルトスワローズの2球団からありがたくもお声掛けをいただいたんですが、残念ながら指名漏れをしまして、現在に至ります。今後は、今まで学んできた野球の技術、また僕の試合風景などをどんどんお届けしていきたいと思っております。バッティングや守備、走塁、さまざまな質問、どしどしコメント欄に書いてみてください。全力でお答えしてまいります。チャンネル登録よろしくお願いします。はじめまして、私、ライパチボーイと申します。強豪国際級チーム、アッパレに所属しております。実は私、学生時代ずっと補欠で、ライパチ上手くない選手、代名詞なところがあるんですけど、そこからこの名前を付けています。学生時代、補欠だった選手なんか、私以外いないというのも、とんでもない環境で、どんな選手がいるかと言いますと、六大学出身の選手だったりとか、元独立リーガーも何人か、属してました。ショートを守るキャプテン徳さん、その他ピッチャーは通称兄貴と呼ばれている、140キロのまっすぐ、あとは皆さんご存知ですかね、野球 YouTuber のクーニンも一緒にやってます。万年補欠だった僕がですね、強豪のアッパレというところでレギュラーを張ることができています。学生時代教わっていなかったこととか、知らなかったことを、その素晴らしい選手たちに全て質問して、野球が上手くなって成長しているというふうに思ってます。こういうことを教えてもらいたいし、なかなかこう知らないとか、そういう選手たちいっぱいいると思うんですけども、ピッチャーでも野手でもこういうこと聞きたいとか、そういうリクエストがあれば、どんどんコメントをいただければ、素晴らしい選手たちに答えてもらいに行きます。というわけで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ライパチボーイでした。